我が国では5年ごとに科学技術基本計画を策定し実行することで科学技術の振興を図っていますこれまで科学技術基本法に基づいて平成8年度から第1期、第2期、第3期の基本計画が策定されてきました第4期科学技術基本計画については平成22年12月に答申が行われ 平成23年3月に閣議決定される予定でしたしかし東北地方太平洋沖地震による大震災を受けてこれを再検討することになりました第四期の基本計画とはどのようなものなのでしょうかまた震災による再検討では何が重要視されたのでしょうか第四期科学技術基本計画の内容は 重要政策を話し合う会議の一つとして内閣府に設立された総合科学技術会議における大臣有識者会合及び検討会で議論されてきました。実際にここで議論したことが予算に反映できるとでさらにその次の年につなげてしっかり科学と技術とイノベーションの全体のですね体制を作り上げていくとやっぱつくづく感じるのはやっぱ政治。 総合科学技術会議の有識者議員であり政策研究大学院大学の学長でもある白石隆さんに第3期の基本計画から第4期への変更点について聞きました。あの一番大きいのはですね重、まあ、点分野 っていうそういうその分野での,あの重点化の考え方からその課題を設定してそれでその,その課題解決のためにあのさまざまなのの政策を動員しますとっていうそういう,こう課題解決型の,あの基本計画に変わったとっいうのが、まあ、あの一番大きいところでその重点分野という形でやりますとどうしてもそのあの ササプライサイドの議論になってしまうとでそうすると最終的に出てきた成果っていうのが本来の意味での,その日本が今直面している課題のあのに対するの対応にですねあのどこまでかなったもんであったのかっていうことがあのなかなか見えにくくなるんでそれよりはむしろそのディマンドサイドからですねあの基本計画を作った方がいいだろうというそういうことですね。 サプライサイドからデマンドサイドへと大きく転換した第4期の基本計画そうした課題解決の代表としてエネルギー関連の研究開発を促進して新しい産業や競争力強化につなげていくグリーーンンイノベーション健康で豊かな生活を実現するためのライフイノベーションという2つの目標が掲げられましたしかし大震災が起こり この震災への対応を盛り込んで内容を再検討することを決めました。新たに浮上した重要課題は、大震災からの復興と再生、そして原子力発電所のような極めて複雑で高度な技術的システムに対する潜在的なリスクをきちんと把握し、評価し、マネジメントしていく取り組みが重要としています。 さらにその潜在的リスクを透明性を持って国民に情報提供し理解と信頼と支持を得ることができなければ長期的な科学技術政策は実現しないということでした再検討された第4期基本計画のポイントについて白石議員に聞きました。まず第2章の,そのイノベーションのところであのグリーンイノベーションとライフイノベーションの前に震災からの,その復 再生という。 こととを課題としてて掲げてですねでそのためにあの国として科学技術政策も動員してこれに貢献するんだとっていうそういうその考え方であのいろんなことが入ってるとそれから2番目にあの我が国が直面する重要課題ということでですねその中に安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現ということでここであの原子力発電所だとかあるいは震災だとかあの自然災害だとか だとか極めて複雑で高度な技術システムの問題だとかっていうことをここでですねやっぱりもう一度安全性ということを確認しで最後にその社会と共にそのつきあ作り進める政策の展開これなんかあのちょっと日本語で言うと持って回った表現なんですけど、まあ、基本的にはサイエンス・フォー・ソサエティということですがそう,そういうそのあのことの一番の基本に 先ほど申しましまた科学技術政策あるいは科学技術のシステムについての国民のやっぱりそのあの理解と信頼と支持がないとですねやっぱり駄目なんだとそこのところをあの元の,あの基本計画のドラフトに比べますとはるかにあの強く強あの書き込んだというのが特徴です。 あの大事なのはコミュニケーションじゃなないんですね大事なのはあくまでそれによって国民の理解と信頼と支持をるあので支持はしてくれなくてもあるいは構わないかもしれないだけど少なくとも理解と信頼がないところではですね政策っていうのは成立しませんのでそこをあのやっぱり私としては強調したいと思います。大震災後 第4期の科学技術基本計画は答申が再検討されようやく形が見えてきましたその重要項目は国民生活を守ることであり科学技術が国民から理解と信頼と支持を得ることであるとしています国民の科学技術への関心を高めるための取り組みが求められています